コナミさん、俺は怒ってるよ。はい、VIP です。やってきました、 VIP です。よろしくお願いします、 VIP です。ということで、ちょっと挨拶ね、挨拶模索してます。はい、また決まりましたらね、ぜひ皆さん定期で流してほしいんですけど、怒ってますよ。はい、怒ってる。うん、非常に怒ってる僕は。ちょっとね、1日遅くなりますが、アップデートがありましたよね、昨日。まあこちらを見てほしいんですけど、はい、こちらですね、5月22日。まあ昨日ですね、まあね、ちょっとね、いろいろアップデート、 SNS なのでね、ざわついてますよね、今回のアップデート。まあリアタイや何しろ、まあリアタイの件が一番多いかな。ただ僕別にリアタイそこまで何も思ってないんですよね、だってやってないんです。はい、ツイッターでちらほら見てたんで、まあリアタイの方はちょっと最後にやりたいと思うんですけど、なんせね、僕が怒ってるのはね、この固有フォーム追加なんですよね。まあ皆さん多分思ったでしょうね、え、少なって、え、少なないって、コナミさん、前固有フォーム追加してから今どんだけ経ってますかと。僕はね、ここに怒ってるんですよね。もうちょっと選手増やしてほしかった。だってピッチャー2人ですもん。いや、もっとね、追加すべき選手いるでしょ。例えば今活躍してるアドゥア選手とかね、まあないし、あの、僕ちょっと個人的に推してるオリックスの澤田選手とか、あとまあ DeNA のパットン選手、まあね、もっとね、追加してもいいんじゃないかと。まあ外国人の方はちょっと難しいのかな、スキャンが 3D で撮るのが。ただそこはね、やっぱコナミさんの力で頑張ってほしい。で、バッティングなんですけど、まあ5名、まあ仕方ないとしてもちょっとね、見てほしいんですけど、はい、上林選手は似てますよね、これは。まあ稲葉選手、第2の稲葉って言われてますけども、ぜひね、もう上林選手、稲葉選手以上の成績を残して、稲葉選手を抜いてほしいですけどね、ぜひね。うん、似てますね、上林選手は。で、次、藤原選手。え、なんでなんと思いましたね、僕は。え、なんで藤原選手ここで追加してんのと思いました。はい。まあ開幕1軍でもしかしたらね、ずっと出続けると思ったんでしょうね、コナミさんも。まあ、それやったら、根尾選手とか、小園選手とかも出してもよかったんじゃないかなっていう風には思いますけどね。まあ、ちょっとルーキーで清宮選手並みのね、スピードでこういうモーションが出ましたけど、藤原選手、あ、ここで来たんやと思いましたけど、ね、足の上げ方だけ似てますね。はい。でね、個人的にね、吉川選手なんですよね。いや、まあ前よりかは似てますよ、確かに。確かに似てるけど、もうちょっとヒッチしてない。うん、もうちょいヒッチしてると思うんですよね、吉川選手。ヒッチってのは、あのヘッドを下げて打つ方法、あの丸選手がね、代表的にやってますけど、まあ、あの吉田正尚選手もね、ちょっとやってますけどね、このヒッチングがちょっと足りない。うん、個人的に思います。丸選手がヒッチ5やとしたら、吉川選手はヒッチ4なんですよね。ただこのプロスピのモーションヒッチ3なんですよ。だからあとヒッチ1上げてほしい。うん、ヒッチ1上げてほしいですね。はい、ここがね、ちょっと僕怒ってるポイントになります。はい、ぜひね、次のこういうモーションが追加されるときは、吉川選手のヒッチを1上げてほしいです。お願いします、コナミさん。でですよ、平田選手です。平田選手似てないです。もう言い切ります。はい。全然似てない。満足せえへん、これじゃあ僕は。平田選手ね、皆さん知ってると思うんですけど、ピッチャーが投げた瞬間、投げるリリースの瞬間、平田選手一回バットね、もう自分の体の反対方向ぐらいまで持っていくんですよね。くねって。でから戻していくんです。あの、ここのジタバタ感もっと欲しかったですね。ちょっとジタバタ感少ないな、これは。これは平田選手じゃないです。はい。ノーマル田選手です。うん。もう普通すぎる、これは。もうちょいね、このね、ここでくねくねしてほしかったな。もう平田選手も自分の体の反対側ぐらいまでバット一回持っていきますから、こんなんでタイミング取れるんかっていうぐらい持っていきますからね。ぜひ次のこういうモーション追加するときはね、平田選手のこのあの、左肩の前ら辺でのくねくね感を実現してほしいですね。はい、お願いします。で、ピッチャーですね、吉田選手。まあ、個人的に吉田選手の投げ方すごい好きなんですけど、これね、グローブに当てる膝の威力が少なすぎる。うん。似てない。吉田選手、投げるときに、左膝上げるときに、一回グローブにバーンって突撃するんですけど、この突撃具合が全然足りないですね。吉田選手、もっとね、もう一回ボールバーンって外に出るんじゃないかっていうぐらい、膝切りしますんで、グローブのこと。多分試合投げ終わった後、吉田選手ね、手の甲、多分かなり腫れてると思うんですよ。毎回蹴ってるんでね。毎回膝で蹴ってるんで、多分かなり腫れてるんで、それぐらい蹴ってほしいですね、プロスピでも。はい。で、たまにね、ボールがポトンと落ちて、ボークとかいうのもありかなと、僕は思います。ぜひお願いします、コナミさん。で、そうですね、あとピッチャー、笠原選手ですね。はい。まあ、笠原選手は、はい、似てます。以上です。はい。はい、てな感じでね、ちょっと怒ってるポイントをちょっと言わせてもらったんですけど、こういうモーションもうちょいね、頑張ってほしいですね。はい。何目線やねんっていうね、今まで言ってきたこと。ごめんなさい。はい。
まあ、あとはね、こう、あの、確定ホームランの演出がついたりとか、これまだ僕体験してないんですけど、全然今日やってないんでね、プロスピ。またね、体験し始めたらちょっとちょいちょい動画でも言いたいと思うんですけど、まあ、あとの改善、そうですね、これですね、球場ですよね。球場ぜひね、お願いしますよ。あの、パリーグのね、皆さんも待ってます。やっぱりね、人気のせ、実力のパと言われてますが、最近はパリーグの人気もすごいんで、パリーグ TV さんも頑張ってるようにね。なので、パリーグの球場はぜひ追加してほしいですね。まあ、噂ではね、ツイッターで聞いたんですけども、まあ、噂では、まあ、某、でっかい堂のドームですか。はい。でっかい堂ドームっていうんですか。こちらのドームさんが、ちょっとあんまり許可をしてないということを、まあ、僕、耳にしましたんで、ぜひね、やっぱあの、でっかい堂の、あのドームの関係者の方、ぜひプロスピにドームを導入してください。お願いします。待ってます、皆さん待ってます。はい、はい、リアタイのアップデート内容ね、分かんないですね。こんだけじゃ僕文字見ただけじゃ分からない。全然体験しないと。でツイッターで結構ね、もうすごい来たんですよ今日。びっくりしましたよ。ツイッターと YouTube の動画のコメントで今回の変更どう思いますとか DM でもすごい来てて、ちょっとまだ返せてないんですけど、そこまでなんすかね。結構皆さんガチってますよね、リアタイ。まあ僕最近ちょっとリアタイガチってないんで、その辺がね、ちょっとまあ、あんまりね、まあいいかなっていう気にもなってる部分はあるんですけど、とりあえず打てればいいかなと思ってますんで、でね、まああの、結構ね、すごい叩かれてますよね、今回のアップデート。最初のアップデートっていうのは、叩かれるのはね、叩かれるんですよ。前のね、あの、アップデートの時ももちろんね、言われましたし、これはね、まああの、プロスピの制作者も頑張ってるんでね、プロスピを作ってる方も本当に頑張ってるんで、まあ僕別に、コナミさんを持ち上げるわけじゃないですけど、まあ、あの大会とかでプロスピのこのね、リアタイのシステムとかを作ってる人と、まあ、2、3回ほどね、お話しさせてもらったんですけど、まあ、めちゃくちゃね、やっぱね、皆さんのことすごい思って考えてるなと思ったんですよね。あの、そういった細かいね、システムのことはさすがに僕もあの、プレイヤーなんで教えてもらえなかったですけど、まあ、あの、例えば、こういうとこあったら教えてとか、リアタイの改善点とかあれば、SNS で発言してとか、すごいね、積極的にもう一生懸命、ね、とさん。さんね、なんでまあね、最初はやっぱり叩かれると思うんですけど、これがね、もうあと1ヶ月もすれば普通になるんですから、まあ皆さん適応していきましょうよ。まあ僕やってないんで分かんないですよ。もし僕がやり終わった後にジャグリーってね、うん、ジャグリーやってられんわい言うてなるかもしれないですけど、まあけどちょっとやってみないことには分からないんで、ちょっとやってみたいと思います。はい。まあスラカットが死亡したとか、その他の変化球の変化の仕方もう変わったとかいろいろ言われてはりますよね。まあスラカッと死んだところでね、まあ打ったら勝てるんでね、うん。まあちょっと一回やってみましょうか。はい、ということでリアタイの画面来ましたね。ちょっと一回やってみましょうか。お前一回練習したやろ、おいビップって言われるのを防ぐためにちょっともうこのままノーカットでいきますね。はい、最新にはこれ生放送でこの前 3,4 戦やらせてもらったね、5月20日です。最終はこれ以降やってないんで、僕これマジで1回目になりますんでね、西投手でいきたいと思います。はい、いきます。はい、さ、相手の方のピッチャーにもよるんですけどね、なんか最近打ちにくくなったって言われてる、まあ、則本選手とか、まあ、菅野選手もちょっと打ちやすくなったっていうね、そういった部分もね出てきてほしいんで、そういう投手が来てほしいな。1回目、東浜す、待って、え、偽物来たんすけど、偽物来たんすけど、え、嘘でしょ、こんなことあります、すごいな。お願いされてるし、お願いされてるんすけど、まあいいか。まあまあまあ、いや、これはまさかの運命ですよね。これなんかリアタイのアップデートの変化の内容チェックとかじゃなくなってきてる。けど負けたくないな。うん、いくらリアタイから離れてるとはいえ負けたくないですよね。勝ちたい、ちょっとガチでいきたいな。いやー、まずいなこれ。お願いします、これストライク入ってほしい。よし、ナイス。うわ、きちい、きちいっす。ちょっと引っ張り怪我しましょうか。お願いします。よっしゃー、次ストレートいきますね、インハイ。コントロールついてるから多分ドンピシャ。あ、きちっ、おっしゃー、ナイスネスネス。さあどうなんかな、西選手打ちやすいんですかね。リアタイアップデート、西選手けどカットボールと高速スライダーの球速が確か4キロしか変わらないんですよね。
あの普通のスライダーとカットって確か10キロぐらい差あるんであんだけ遅く見えるんですけど、今回の西投手ほら多分ね球速あんま変わらないで、西投手のスライダーあカットと高速スライダー見分けつきにくいんじゃないかな。サークルチェンジもなんか気持ち悪くなったみたいなんで1球投げてみます。これ打たれてもいいです。あ打たへんかった。うわ偽物なんかね、僕ねツイッターでね偽物と戦いましたってよく見るんですよね。多分この方なんですよ。いやもう一人いるんですよ。ごめんなさいね、 VIP ねいっぱいいるんですけど、僕が今ツイッターで教えてもらってる VIP は2名です。のうちの1人です。これえきつマジで、あ引っ張り警戒してたか。さあコントロールついてます。うわきつ、ニス投手ストレート張られてますね。変えてもいいんですけどね、結構うまいんちゃいます偽ビップ。偽ビップうまいぞなんか自分で言うのも嫌やな、偽ビップとか。なんかあいいボールスラカットでいったんねん。もうストレート打つんやったらスラカットや。もう一丁いきます。うんよしよし、スラカットは通用します、西選手。はい、まあまたねそういった感じで出していきたいと思いますけどね、この選手のスラカッター通用するとかね。まあ多分基本カットボールと高速スライダー持ってる人は通用するのかな今のところ。ビップ変な感じ。東浜選手いきますね。東浜選手別にそんな変わりないんちゃう。おーツーシーム気持ち悪いですね今の。ワンシーム寄りのツーシームなのかな、フォーク。うーん、あスライダー分かるな、こんなんなんや。ツイッターの動画では見てたけどこれカットでしょ、うん、分かるな。はい、まあけど菅野選手が弱体化したかと言うんで言うのかは分かんないですね。だってワンシーンもありますからね。これフォークでしょ、うん、まあこれはまあ僕の技術ですね。はい、はい、ティカチュウマサラタウンにさよならバイバイティカチュウさあ何が来るか、変えてほしいですね。結構いろんなピッチャーみたいなっていう部分もあるんで、高速シンカーは変わりないと。あミスった、あ抜けるんや抜けるんすね今の。ワンちゃん犬ではありません。いろんな投手みたいんで変えてもらってもいいんですけどね、ビップさん。ビップさんこれ別の回でしたかったな。別の回でこのなんか偽物と対決したっていうサムネでやりたかったけどな、どうしようかな動画。よし、どうしよう。まあこれね、本物と偽物の違いを教えてあげましょうという回にするのかな、どうなるのかな。いやーあかん、入れ入れ入れ、あ入らんか。ちょっと遅れてましたけど広角打法ついてたんで打球が伸びましたと。あと1点ですね。まあ格の違いを見しとかないといけないですね。なんかあんまり普通のリアタイと変わらんリアタイになってますね。あー気持ち悪い今のツーシーム。けど回転はリアルになってんのかなこれは。ええキャッチャー松中これ僕の前の動画見てもらったら分かるんですけど。あーオッケーオッケーオッケー。ああー三振かと思った。今のは良かったんですけど別に三振でも。やっぱ10キロ差あるとこんだけスピード感出るんやな。あミスった、あけどヒットなるんやいやありがとうございました偽ビップさん、楽しかったです非常に。はい熱っはい、ということでちょっとしたハプニングがありましたけど、まさかのね偽ビップと対決するっていうねランク戦ですごい奇跡的な出会いがありましたけど、まあこのねあの動画の目的はあのアップデートの内容やったんですけど、あんまり分かんなかったんで、またねこれからリアタイの動画出していく上でそういったアップデート、どの投手が強いとかどの投手打ちにくいとかね、そういった投手を解説できたらなと思います。まあ他のね動画配信してる人もやってると思うんで、まあけど僕が一応ね今のところあの日本一という立場なんで僕なりの目線で解説できたらなと思ってるんで、ぜひねチャンネル登録してチェックしておいてください。はい、リアタイやってない人もチェックするべきやと思いますよ。 V ロードとかでも役に立つと思うんでね、うん、
偉そうですけど、偉そうに言わせてください、今回は。はい。日本一なんで。では。